さんこんにちは。ちょっと至急皆様、特にイタリアにたくさん行かれたことがある皆様にお願いがあります。実はですね、来週から、イタリアで行われるコーヒーの、展示会、そこで今回ですね、ラテアートの大会であったりとか、またはコーヒーカクテルの大会、あとは焙煎の大会の、世界大会が行われるわけなんですが、その展示会に、私たち参加することになりまして、私たちはもちろんその新しいマシンを見たりとか、そういうのをぜひそういうのをこうレポートしてお届けしようと思ってるんですが、せっかくなので今回ミラノとあとフィレンツェに行きます。ミラノがメインなんですけども、そのミラノであとフィレンツェでなんかおすすめのバール、あとはカフェでもいいです、レストランでもいいです、ジェラート屋でもいいです、なんかおすすめのここ絶対行った方がいいよっていうお店があればぜひコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。この旅行するところを全部動画に残していこうと思いますので、興味のある方はぜひそれも見ていただければと思います。